プロレス総合学院は、かつて、プロレスラーを養成するために、東京都新宿区に開校していた。2015年8月、レッスルマイナス1を運営するジェン、スポーツエンターテインメントが所有する施設、ジェン、スポーツパレスを利用した、プロレスラー養成専門校の設立を発表。プロレスラー養成学校としては、新日本プロレス学校、登竜門、スーパークルー以来のものとなる。 同年10月から授業を開始した。校長は、武藤慶治。初代教頭は、アキラ。CEO は、高木三四郎。2020年4月1日、レッスルマイナス1の活動停止に伴い休校。レッスルマイナス1所属選手が指導を担当。16歳以上は男女問わず入学可能で、1コマ2時間、トレーニングから、レフェリー実技、さらには、 リング設営、プロレス全般の技術を学ぶ。卒業間近には実践形式の授業を取り入れる。卒業テスト合格者は毎年3月、9月に行われる卒業試合に出場。卒業者は学院主催のイベントに出場できるほか、他団体の入門テストを受けることも可能。なお、入校に際し、健康診断書の提出はあるが、体力テストはない。 このため全講義を受講しても卒業認定が降りないことがあるため研究家を併設。2016年11月12日には卒業生の受け入れ先としてプロレスリング ACE を旗揚げ。ACE は A. アカデミー C. チャレンジ E. エンターテイメントの頭文字である。ありがとうございます。